じゃあ今一応ちょっと録画回しといたよ。あん。さあみんな、じゃあやっていこっか。今日はねこんな入りだったっけ。さあやってきました、僕とガフクくんの戦いです。はーい。さあノーマルバトルということで、お互い50レベルにねしていますが、さあ一体どういう戦いになるんでしょうか。ゆけちきんたつた、きんたつたね、あのたつべえだったんだけど、もともとね、そこからまあたつべえっていう名前からたつたにつながったんだろうね。あ、なるほどね。そう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 。じゃあまあね、まあ、ここはまあ解放者でもいいのかなって思って。うわちょっと、ね、なんで1余ってんの。あ、気合のたすきか。はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、えらいじゃん。ただアイテム持たせるのって大事だよねきっとね。うん、うわ寝させたか。あ、そっか、なん、そっか、うわ持たせてないから、うわそうなるのか。うわ腹立つ。でした、やばい。おいおい起きろ、そろそろ起きろ。おいチキンタツタ頑張れ、お前起きないとそろそろあのタツタ揚げにしてやるからな。よしオッケー、よしオッケー。てかあれじゃ、眠ってるから毒やっても意味ないじゃんね。あ、やったー、あー、やったー、やばいやばいやばい、あやられた。はいオッケー、お疲れ様です。キノガスター、 Thank you so much。 いいねいいねいいね、強いな。じゃあ次は誰を選ぶ。どうしよう、誰ら、あ、ロトム、あーいいねいいね、いい選択、う、洗濯機じゃん、かわいい。難しいな。でもこれさ水タイプではないもんね今。うん、これなんか関係あんだっけ、そのフォルムで、洗濯機フォルムとか。関係あるよ。あ、マジで。じゃあ水と電気ぐらいか。じゃあうん、覚えてないけど。なになになに、おい何食ってんだよ、おいおい何勝手に試合中に食ってんだよ、おい。よし、あー取らんかった、ダメだ。オッケーオッケー、いいよいいよ、大丈夫、まだいける、まだ回る。なんかさ少しずつさガッサンの場合は強くなってるかな。おっと引っ込めた、何を出してくる。勝てる自信ないな、まだ出たー、マインクラフト。あ、やばいやばいやばい、待って待って、どうしよう。お前もかい。お前も食べ残しで回復するタイプなんだ。どうしよう。ここどうしようかな。これでいくか。じゃあちょっと、あ、引っ込められた。僕も戻して戻してからのデカヌちゃん。あ、やばいかもね。あのデカヌちゃんっていうか、あの元々なんだっけ、あの中ヌちゃんか。中野ちゃんはほらみんなでね捕まえた思い出のポケモンではあるからね。うん、いいよいいよ。血を好きになったとしても、あ、これカメラ移動できないんだ。なんかあのハンマーでね巨人音がね隠れちゃってるの今。隠れちゃうよね。そうそうそう、どうしような。待ってよ、食べ残しって僕もどっかでゲットしたいな。いけるかこれで。ラスターカノン、いけ、よし、曲いいよ。強いなやっぱ。いいよ、ナイス、頑張ってるよ。でかね、あ、やばいやばい、待って、自信はちょっと嫌だよ。よっしゃー、やっと倒せた。あ、待って、鋼ってダメなんだっけ、自信。そっか、なるほど、ちょっと忘れてたそれ。どうしような、ここでこいつ使うか、行こう。あ、でも負けそう。頑張れペリカンビン。どうしよう。で、じゃあこれいこう。よし、いいよいいよ、多分倒せるよね。倒した、オッケーオッケーオッケー、よし、ダメだった。いいよいいよ、よしよし、いいよいいよ、いい感じ。でもバランスを取れたんじゃないかな、これで少し強いな。いやいや、でもガッサンもあれだよね、少しこう僕の手持ちを倒してきてるからさ。まだ一匹しか倒してない。やばい、でもそいつじゃれつくんだろう、分かってるよ、じゃれついてくるの分かってるもん。ほら来たよ、よっしゃ、当たらなかった。じゃれつかれなかった、よかった。
あーでもハイローポンプでもそんな感じか。ちょっとまあ少しずつ、あーやっぱりじゃれついてきた。いやいや、まあまあまあ大丈夫大丈夫。おっ、あ、混乱した。やったぜ。やばい。え、なんかすごい運がついてるぞ僕は今。来るか来るか、来ないでよ来ないでよ。来るかな。あ、ぶん回した、やばい。オッケーオッケーオッケー。あんまり、あー強いな。あ、なんかまた食べてる。やばいやばい、待ってよ。どうしようかどうしようか。これもう一回いける？もう一回いけるかな。あ、コーナーだけ早いな。叩きつける、はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。よし、オッケー、デカヌちゃん。結構何かと強いんだよね、デカヌちゃんな。うん。で、しかも使えるからさ、みんな手持ちに入れちゃってたもんね、今回。そうだね。いいよいいよいいよ。うん、次何出す？え、待って、ロトム何体いるの？あ、違うか、さっきのロトムか。そうそうそう。どうしよう、まあこれでいくか、ちょっと。あ、弱っ。そうだよね、あ、4倍 !4 倍は強い。そりゃそうだよな、4倍は強いよ。どうしようどうしよう、ちょっと待ってよ。あ、こいつ使ってみよっか。初めて僕使うポケモンだけど。セゴール。セゴールか。そう、セゴールはなんか使いやすいとか聞いたことあるから、じゃあこれでちょっとやっていきましょう。さあ、多分さっきのデカヌちゃんがいなくなったっていうことはこれいけるんじゃないかな。いけちゃうな。あ、あ、交換でやったやつ出た。よし、どうだ。え？あ、そっか、鋼入ってるからか。そっか、鋼入ると結構めんどくさいな。オッケーオッケー、いいよいいよ。やっぱセゴールいいや。まあ引っ込められた。いや絶対なんか潰してくるから、鋼入ってるっていうことはやばいんだよ。あ、攻撃下がった、いいよいいよ。アイアンヘッド、あ、まあまあ効くな。火炎放射いくか。うん、それしかないもんな。うちあと何体残ってるっけ。4体か3体ぐらいだっけ。どうくるどうくる、どうしよっかな。いいよいいよ。あー間違えた、絶対違う。なんでそれにしたの。間違えた。虫タイプ意味ないのにやっちゃった。ああ、しかも今からうち火炎放射やるって言ったのに。ああ、かわいそうに。あ、でもこれ外れないんだ、ずっとテラレイロって。うん、じゃあできる。あ、シザークロス、はいはいはい。絶対効果ない。あ、あんまり効果ない。え、でも効果今一つだけど削られてくるんだよな。やばいやばい。でこれでどうなる？オッケーオッケーオッケー。なんとかいったね。オッケー。ハッサム倒れた。オッケー。ハッサム倒れた。頑張ったな、ハッサムも。さあ次は何出すかな。あー出た、ラウドボーン。どうしようかな、ラウドボーンでしょ。うん、でも最終進化までしたんだ。そうそう、したよ。えら、よーし、オッケーオッケー。これで一旦ね、当たらないようにするっていうのも大事だから、削られないためにも。さあ何出す何出す。強いなぁ。ほうほうほう。あ、オッケーオッケー、セーブする。どうしようかな、ちょっとこれ試しにやってみるか。あーダメだ。あー麻痺するかなって思ったけどダメだ。
どうしよう、待って、何がいたっけ。いたいたいた。じゃあこいつをちょっと出すか。ヨギーボ出たよ、ヨギーボ。お、あ、そうか、砂起こしもできるんだ。いいね、むむ。いいよいいよ、大丈夫だよ。あ、引っ込めた。あー、どうやられちゃうかもな。どうだ、これはどうだ。よし、オッケー、オッケーオッケー、いいよいいよ。で、からのさっきのラウドボーン。どうしようかな。どれも弱いな。じゃあこれでいこう。なんかどうせだったらちょっと最後にねやりたいよね。あー、地面だよね。オッケーオッケーオッケー。なんか頭にさ、そんなでっかいの乗せてバランス取れるの、逆に。よし、地震だ。オッケー、効果抜群です。わあ、やっぱ地面タイプに弱いって思ってたけど本当に弱かったな、うん。え、ラウドボーンってさ、炎だけだっけ。悪もあったはず。あ、そうなんだ。へえ、うん、オッケー、お疲れ様。お疲れ様。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、そして友達に共有をよろしくお願いします。またおすすめの動画もぜひ見てくださいね。また次回の動画でお会いしましょう。